が戦車に読まれる。人知未踏、霊法無限。見せてやろう、星を覆う天蓋を。しとやかに造作もない任せる。ねじ落ちよ。微笑むがよ。歌うがよ。はむし動くよ。造作もない任せよ。造作もない光途絶え。ひざまずく時固まりちぎり。はむし動く時任せよ。造作もないしとやかに波を重ねる。微笑むがよ。ひざまずく時すぐ消えるがよ。恐れを知らぬやつだ。しとやかに任せる。我が戦車に読まれる。人知未踏、霊法無限。見せてやろう、星を覆う天蓋を。光途絶え。歌うなよ。はむし動くよ。廃棄せよ。しとやかに任せよ。我が戦車に読まれる。人知未踏、霊法無限。見せてやろう、星を覆う天蓋を。ゴーレム、立たぬか。張り合いのない。たとえ遠く、離れて、あなたが今も、月の光を忘れぬように。現場で、悪かったわね。
もちろん。離れて、あなたが今も月の光を忘れぬように。現場で悪かったわね。物足りない、おかわり。故郷は遠く、道はなく、この城の随の月の城にようこそ。眩しく、大きく、眩しく、集まり、沈み、参りましょう、潮のように。小さく、眩しく、
大きく光を踊る化粧の味集まり沈む静かに散りゆく眩しく大きく眩しく流れ止める参りましょう虎さっき回る剥がれる小さく眩しく大きく集まり、主義歌いなさい参りましょうそう、こうなるぞ機嫌が良いので、と大きく、眩しく。では、報酬を与えましょう。水、熱、狂い、別れ。我が手の上で弾けるがいい切り上げ参りましょうそう、こういうこと耐えられる機嫌が良いので、大きく、眩しく。感じなさい。故郷は遠く、道はなく。この城に、随門ある。月の城にようこそ。もう終わり期待も希望もそう叶うものではありませんが というのか名はないがあり方としてはそうだな原初の一と呼ぶがよい呼ばれたということは縁があったということしばしの間貴様たちの生存を眺めてやろうではないかThank you.
そうな私の言い分は売っちゃって。こんにちは、カルデアの人。私はムーンキャンサー、アルクエド・ブリュンスタット。これからよろしくね。すぐにまた霊気第二で会いましょう。これは星の組織。うん、いける。そうせかすな。もうしばらく楽しませよ。お待たせ。お堅い原型から身軽な姫に。古い私は最新の私にモードチェンジ。人類を守るんでしょ。任せて。改めてよろしくね、マスターさん。え、もっと強くなっていいの？話わかる。よし、ご期待に応えましょう。おっと、フレームの性能ちょっとだけ上がった感じ。相手に合わせての出力向上じゃないのね。これが人間の言う成長か。ありがとう。限りある資源、私に使ってくれて嬉しいわ。カルデアという舞台に合わせて再調整しました。原型の私でもなく、最新の私でもない。これはひとときの夢。血に惑うことなく育った私という威風。口だけではない、正しく真祖の姫である状態です。このような貢ぎ物はどうお返しをすればよいのか迷います。神祖、精霊は数あれど、星の頭脳体となる個体は限られています。私はその一つなのでしょうが、今はその責務から解放されているようです。一つの命として外界と触れ合うことは新鮮で微弱で悲しいものですが、決して無意味なものではありませんでした。人がなぜ消え去る運命にある灯火を守るのか、その理由はこの温かな鼓動にあるのですね。